このハリスさんがやはりこ大統領候補に今なられたわけですけれどももともと今お話しあったようにまあカリフォルニアの法曹会まあ司法長官をやられてでずっとあのまあ言ってしまえば法律の世界でやってきたまあ政治的な経験というのがそれほどないハリスさんの,この政治能力とかその物事を成し遂げる力とかそういったところっていうのはどういうふうにご覧になってますか 彼女はあの弁護士でえサンフランシスコの検事をやって州の司法長官やったっていうのはその上院議員の時も司法委員会非常に活躍してえですからトランプ政権の時の司法長官のジェス・セッションズとかビル・バーあるいはその最高裁判事の公聴の会で証人の公聴会の時ブレックキカバナーっていうあの候補を非常に鋭い質問をして非常にまあ彼女はそういう意味ではあの注目を浴びたんですね。 えー、ただ、まあ、外交とかあるいはその経済政策に関しては、まあ、ほとんどあの、えー、副大統領になるまではあんまり接触がなかったということが事実なんですね。えー、だけど2、まあ、つ言えることは1つは今までの,その最近のアメリカの大統領を見た場合ですね多分そのジョージ・ HW ・ブッシュとジョー・バイデンはある程度そ,のそういう政策に関する経験を持ってそれで大統領になったんですが、はい、他のオバマを見ても トランプにしてもそのペ <laughs> ントンとですねあのジョージ・ W もしてみてもですね、はい、ほとんどその外交とか、えー、そういう経験がある大統領というのはあまり出てないんですよね。うん、ですからまあそれもう一つはあのカムヘラスに関して2016年の彼女はその上院の選挙に出た時、はい、あ,のある上民主党の上院議員をう支持するある組織があって。 年,年に1回の会議がマーティス・ヴィニャーっいうマッシューの別荘地で毎年やってたんですね。はい、で私もその7月2016年7月にした行った時民主党の上院議員が二十数人集まってあとその後者が15人ぐらい集まったんですね。うん、候後者が1人ずつ10分ぐらいみんなの200数十人の前でその自己紹介をしたんですね。でなぜ大統あの、えー、上院議員になりたいかと。 その15人の中で最も彼女が説得力がある非常にいいスピーチしたので、うん、私が座ってたその朝食会のテーブルで他の10人くらい座ったんですけどね、みんなあこの人は必ず総理的に大統領選挙に出るっていうくらい非常にカリスマ性がある、うん、非常に説得力があるだからそういうその政治家の出質っていうのはすごく通りからあったと思うんですね。ただ副大統領になってからは彼女はあまり活躍してないっていうことは事実なんですが。はいはい これは主にその大統領副大統領の役割っていうのは大統領が決めることであって76年にジミー・カーチが大統領になった時自分はワシントンの経験がないということでウォルター・マンディルという長年上院議員の経験がある人を副大統領にしてそれで初めて副大統領のオフィスを大統領のオフィスの隣にして重要決定会議には必ず副大統領の参加するようにしてだから大統領が決めることであって。 例えばそのジョージ・ W ・ H、ジョージ w ブッシュが大統領の時の副大統領のディック・チェイニーっていうのはもう大統領以上に権限があって非常にそのイラク戦争をね、はい、含めてまあそういうだからバイデンの場合は要するにカムラ・ヘラスはなぜ副大統領にしたかっていうと彼はその選挙に勝つために彼女をね、うん、まあ女性だし若いし、まあ、非白人で西海岸で彼が持ってないことを持っているそれで選挙に勝つためにはあの選んだんだけど実際に彼が大統領になってからは。 彼女のことをあんまりその活用してないなんですよね、うん、自分の方が36年間も上院議員の経験副大統領8年間やって外交議会の委員長も司法議会の委員長もやってるので自分の方がはるかにね経験がある、うん、それもう一つは彼女があんまり活躍すると自分がもし2期目出た時出たいとき。 場合によってはね、彼女の方が人気があるかもしれないっていうことも認識して、うん、彼と。まあのたち、彼女のことをかなり封じ込んで。だから、誰も解決できない移民問題とかね。はい、それ、そういうことしかね、彼女にやらせなかったんです。うん、だから、そういう意味では。ちょっと気の毒だと思うんですけどね。うん、本来だったら、もっと。活躍する。資質はある人だ。と思うんですよ。でも、うん、ポテンチは結構あると思うんですね。はい、うん、彼女のこと、ちょっとその過小評価する部分があると思います。そういう意味では。 まあやっぱりあのバイデン大統領がま出馬をやめてでまあハリス副大統領が候補になるという時のやっぱりまあなんか民主党支持者の熱狂というかやっぱりすごくあの期待感というのもやっぱり強かったと思いますしただ彼女が置かれてる立場っていうのは副大統領ですから、うん。だから今のの現職の大統領と 違うう政策を打ち出すすといいのは結構難しいんですね、うんえー、ある程度はその今の大統領のまあ内政も外交も継承するというか支持してる立場ですからね、はい、だからそれを否定することはできないんだけどだけどまあ自分が大統領になったら新しいことをやる,やるっていうこともまあアピールしなきゃダメなんですね。はい、そこら辺は結構あの難しいということはあの事実だと思いますね。うん あと彼女の場合はあの先ほどおっしゃったようにそのテレビ討論会とかああいう場では彼女をその検察官として法廷で,そのあの法廷で立ってその相手を責めるそういうことは得意な人なんですけどだけどまあ自分の政策をその分かりやすく説明するということに関してはまあそれほどまだ慣れてないと、うん。 ということもあるしあともう一つの,そのおっしゃる通りそり予備選の経験がなかったとっいうこと実は2019年の予備選の前に彼女を撤退したんですがその時は民主党の28人の候補者と戦ってたのでかなり左の政策を取る必要があったんですね。 予備選というのはその共和党は割合に右の政策をとってそれで民主党は左の政策それであの一応党大会で指名候補者が決まってから本選に入るときもっと中間にあの戻るっていうのは普通なんですね。ですから彼女が2019年に取ったいろんな政策の立場っていうのは結構左なんですね。でそれを今まあバイあのトランプ陣営は批判してるんですがまあそういう意味ではその。 あのいろんなその、えー、ヘンディキャップがある程度あるということは事実なんですけど。